フストラーカ洞窟、フストラーカ洞窟、フストラーカ洞窟、フークラワカ警部は、メキシコ、ゲレロ州にある、オルメカ様式の壁画で知られる非常に深い洞窟遺跡である。ゲレロ州の州とチルパンシンゴの東方、同じく壁画で知られる、オシトティトランホラーナ、オクストティトラン警部から南方30キロメートルの地点に位置する。1966年に、 プリンストン大学のギレット・グリフィン、ジレット・グリフィンとカルロガイ、カルロ・ティー・ゲイによって初めて本格的な調査が行われた。フストラワカの洞窟は非常に深く長く壁画のあるギレイの回廊、ホールオブリチュアールに行き着くまで2200メートルあり、狭い通路と大きな広間をいくつも通って2時間以上も要する。その間におびただしい人骨の散らばる死者の回廊。 ホール・オブ・デッドを通ることになる。ストラーカには主要な三つの壁画といくつかの小さな壁画の集まった場所が一箇所見られる。主要な壁画の内側が、壁画、ペインティング一号と名付けたものは二人の人物が描かれている。数とは立ち上がっている、大きく描かれた人物でもう一人は座っている、小さく描かれた人物である。大きく描かれた人物は頭飾りをしており、 頭の前に長方形に張り出した部分に V 字の切れ込みがあって、そこからケツアルドリのものと思われる羽毛がふわふわ生えている。立っている人物は黒いケープのようなものを背中につけ、一種の抜き頭衣であるウィッピルのような赤と黄色のストライプで彩れた長い衣装をつけており、衣装から右足をはみ出して立っている。両足の間からはジャガーの尾と思われるものが垂れ下がっており、おそらく 両腕と両足をジャガーの毛皮で折っているためにジガーの毛皮の反紋が見える。この人物の右手というかジャガーの右前足には三つ股の槍のようなもの、トライデントのようなものが握られており、マイケルコーは儀礼的に使用されたエクセントリックと通称されたフリント製の石器であろうと考えている。ガイは、 この人物が顎を生やしていると考えているようで、あるが、今日では洞窟を訪れる見学者が壁画をこすった、せいなのか、不鮮明になってわからなくなっている。立っている人物と座っている人物の間には、ロープのようなものがあって、一方の先端は、立っている人物の左手に握られている。座っている人物は髭を生やしているだけでなく、顔全体を黒いマスクで顔を覆っている様子が、 伺われるまた両膝を抱えており、リチャード・デイルは、立っている人物に愛願しているか、敬意を表し心中するような姿勢をしていると、考えている。一方で、マイケル・コーはフストラー化では、人身多くの儀式が行われ、立っている人物は王であって、座っている人物は捕虜であって斬首されるか、生贄にされる運命にあると確信している。 壁画1号の近くにある小乳石には、ガイガ、ビルディングと呼んだ描画があり、オシトティトラン、キタホラーナの壁画4号と壁画6号に似ているようであるが、デイビッド・グローブの報告のよると非常薄い依存状態であるようである。フストラワカの壁画、ペインティング2号は、赤い銅を持ち黒く飾り立てた頭を持つ巨大な蛇を描いている。 この蛇の目は、聖アンデレ十字のような X 字が描かれた楕円型で、眼球の上には、炎のような形をまゆがつけられている。独々しいほどに生々しい赤い銅の部分のために、黒ずんだ頭の部分が目立ちにくくなっている。マイケルコーは羽毛をつけた蛇と考えているが、カルロガイは、炎、プラムドの蛇と考えている。壁画3号、ペインティングは、 おそらくジャガーを表していると思われる。黒く輪郭が描かれ、腹部は赤く塗られ、背中には、ジャガーの毛皮のような反紋が描かれている。壁画二号の蛇と対面するような場所に描かれている。反紋は、オシトティトランのジャガーのような花を思わせるような形は、していない。このジャガーの表現は、オシトティトランやチャルカチンゴのものとは似ていない。 ガイとコウはジャガーに似せた動物を描いているに過ぎないと考えている。フストラアカの壁画は輪郭をわざわざ描くところが、オシトテートランに、三色壁画、ミューリール2号のジャガーが、部分的に輪郭を描いている例があるものの、対照的である。フストラワカとオシトテトランは、ゲレロ州で当時オルメカの洞窟儀礼がこれらの、洞窟で行われたことを示す興味深い事例である。 オルメカの祭祀なり神官が数人の集団で曲がりくねった低くて狭い洞窟の中を松明の明かりを頼りに洞窟の奥深く入っていったことが想像される。推しとティトランと異なるのはフストラアカの壁画は世俗的な君主の権力を強調するものと思われる点である。メソアメリカの神話においてヘビと猫か動物の競合は 個々の事情にもかかわらずより限られた宗教的な事柄のみならず政治的社会的な次元に及んでいることをフストラワカ、の壁画は示しているように思われる。一方で、オシトティトランのような法上を祈願するような表現は見られない。また、わざわざ洞窟の奥深くというあたかも現世からの隔離をイメージする場所に描くことによって王権の神聖性や越性を示したのかもしれない。 フストラーカの壁画が描かれた年代であるが、デイビッド・グローブは、オシト・ティトランと大体同じ、ラベンタ平行で、その中でもやや遅い時期であるとするが、マイケル・公は、オシト・ティトランよりも古いベラクルス州のサンロレンソに、平行する、紀元前1200年から同900年頃であろうと、する。フストラーカとオシト・ティトランの壁画は、 オルメカ文明の息吹を生々しく感じさせるもので、実際に壁画を描いた制作者の意図に関かかわらず、オルメカ文明と現在のゲレロ州の人々とを結びつる役割を担っているように思われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。